キンプリヘイヤ仕様を黒島ケツナがロックオン宝健吾と破局で準備万端。こんにちは、皆さん。今回は NHK 連続テレビ小説、ちむどんどんのヒロイン、黒島ケツ再三に関する注目のニュースをお伝えします。さらに、黒島さんのプライベートライフと今後のキャリアについても詳しく探っていきましょう。 黒島決祭さんと宝健吾さんは2015年に放送されたんけ NHK の大河ドラマ、花年優で夫婦役を演じ、その後2020年頃からはたびたび一緒にスポットされていました。犬の散歩や買い物、古着や巡りなど、二人の仲むつまじい様子が報じられていました。しかし、 今年の春頃に二人は破局したとニュースサイトニュースポストセブンが報じました。この破局の原因は多忙によるすれ違いだったとされています。黒島さんは NHK 朝ドラチムドンドンの撮影で沖縄に滞在が多く、宝さんとの共同の時間が減少したため別れを決意したと言われています。しかしながら、 二人はあっけらかんとした様子で破局を隠そうとはせず、事実を周囲に伝えたとのことです。黒島さんの仕事は絶好調で、現在 TBS 系列の連続ドラマ、黒詐欺でヒロインを務めています。このドラマは2006年に放送された人気作品のリメイクで、平野志洋さんが主演を務めています。黒島さんは、 ちむどんどんのクランクアップ後、すぐに黒詐欺のクランクイーンに向けてスケジュールが詰まっており、仕事の忙しさが続いています。このため、タカラさんとの関係に時間を割く余裕がなくなったことが、破局の一因とも考えられています。ところが、一部ではタカラさんとの別れについて異なる見方も存在します。 黒島さんはおとなしそうに見える一方で、男性に積極的にアプローチする肉食系の一面も持っているとされています。このため、宝さんは彼女からリードされる形だったという声もあり、別れも黒島さんから告げられた可能性があると言われています。業界内では、平野志洋さんとの共演が決まったことで、彼に乗り換えるために別れたのではないかという噂も広がっています。 ちむどんどんとは沖縄の方言で胸がワクワクする気持ちを指す言葉です。黒島さんが平野市洋さんをロックオンしているとすれば、まさに現在の心境はチム、ちむどんどんなのかもしれません。結論。黒島決斎さんと宝健吾さんの破局について、多くのファンが驚きと興味深さを感じていることでしょう。 黒島さんの仕事への情熱と新たな役柄での活躍に期待が寄せられています。一方で、プライベートな側面でも注目を浴びる彼女の生き様に多くの人が共感することでしょう。今後、黒島決裁さんがどのようなキャリアを築いていくのか、そして彼女の恋愛についてもファンは注目し続けるでしょう。 彼女の新たな挑戦と成長に期待し、今回の破局が彼女にとっての新たなスタートであることを願っています。読者への挨拶、いかがでしたでしょうか黒島決裁さんと宝健吾さんの破局についての最新情報と、黒島さんのキャリアについての展望をお伝えしました。 彼女の今後の活躍に期待し、その素晴らしい演技と魅力的な人柄に引き続き注目しましょう。